ピンンチチチャンス JJ チャンネルです赤いマスク、人相が悪い、怖いなどと評判が悪いので、今日は白いマスクで人相を可愛らしくして動画の方を上げたいと思います。 今日の事事件件は恐ろしい事件です1992年7月にこの松永太氏主犯格そして内縁の妻の緒方淳子この2人が起こした事件です北九州市の小倉北区という場所にあるアパートの一室でこの小倉淳子のお父さんやお母さんなど合計7人が殺人されたという事件です この事件異常なのはこの小川純子アパートで自分のお父さんやお母さんやお姉さんや老いや姪などをノコギリで切り刻んでジューサーにかけてペットボトルに詰めて海に行きする、まあ、そんなおぞましい事件ですそして忘れないうちにですね初めにお話をしておきますこの2人には当時6歳の子供がいました 子供は今現在24歳を超えてテレビに出演しましまたその子供が実際どんな光景を見て現在どうなっているのかっていうところもですねこちらの動画で上げていきたいと思いますそれではまずですね事件の概要ですけどもまずこの2人の出会いから話をしていきたいと思いますこの2人は高校時代の同級生です ただ高校時代は二人はあまり会話もすることなくですね、ただの顔見知りっていう程度の同級生でした。ところが高校を卒業してから、なぜかこの主犯格の松永から、この順子のところに電話が入ります。 そして松永が言ったのは50円借りてたのを返したいから会わないかみたいな話でしたで卒業アルバムを見てて思い出したんだよみたいな話だったんですねそれが第1回目の電話ですけどもこの電話の時には2人は会ってないんですねで1年後また松永から電話かかってきて会おうよとでまあ純子もですねあまり知ってる人じゃないんだけれどもまあいいかという形でこんな形で喫茶店で2人は会うことになります そして松永はすごい饒舌なんですね。一生懸命口説くんですね。そして純子を口説いて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 なんとセックスをしてしまいます。純子はバージンだったので初めての男ということになりますよね。そしてそれからですね、2人の交際はスタートするんですけども実はこの時松永は既婚者でした。松永は二十歳で結婚してるんですね。 自分が結婚してるにもかかわらずなぜか、まあ、純子に交際を申し込んでるとそしてこのことは純子もん子の両親も知ってましたそして松永はなんとですねこの自分が既婚者結婚してるということをなんと純子とこのようにですね親の前で必ず娘さんを、ね、あの結婚しますってこの覚書まで渡してるんですよ。変わった男でしょ ね、結婚してるんですよでまた変わってんのがここの親なんですよああそうですか松永さん娘を幸せにしてやってくださいとこのようになるんですよこんなんあるかなでもこれ現実の話です分かりやすく言うとこんな話なんですね それから松永はなんんと本性牙を剥き始めるんですよでどういうことかっていうとですね順子とデートを重ねるうちにだんだん暴力的になっていきますいわゆる DV っていうやつを順子に松永はどんどんやるようになるんですね。でどんなことやるかっていうとですね「お前俺のことが好きなんか?」と。 好きなんやったら、ね、お前の体に俺の名前を書けって言って自分が吸ってたタバコで彼女の体にふとしって書くんですよ恐ろしいですねさらにですね彼女の足に自分で入れ墨を入れたりまあ実はこれ後ほど話しますけどこの松永っていうのは、まあ、超 SM でいうとあの S の方ですねでサイコパスですねしかもですね後ほど学生時代の時のお話をしますけどもものすごい情熱なんですよ まあ学生時代の友達が彼はちゃんと真面目にしていたら国会議員になったんじゃないかっていうぐらい饒舌で頭も切れたらしいです、まあ、後ほどこの辺のお話していきますねまあそのようにしてですね家族も説得して純子と交際を続けていく中で純子は松永の会社で働くようになります純子は短大を卒業してからはほぼんをしてました でもそこをやめて松永の会社で働き出します松永っていうのはですね両親が畳屋さんをやってたんですけどもその畳屋をやめて、ね、いわゆる布団屋を始めるんですよまあ当時ですね思い出すとその布団高額な布団何十万何百万っていう布団をですね売るビジネスマルチものすごく多かったんですよ。それを松永はやってですね従業員雇って始めるんですね。 まあその時の従業員の話をこのように取材で聞いてるんですけども従業員に対しては暴力は振るうわ脅しはするわ罰金を取るわですね従業員を奴隷扱いいししてたらしいですそして後からどんどん出てきますけどもこの時に松永は通電というですね電極のプラスとマイナス電気を流してそして体に与えてバチッとね まあ言ったらこういう罰を与えるっていうねあのことをやってるんですよでこれがエスカレートして後半人が死んでいくんですけどもそういったことにまあ怯えてる社員は松永が会社に入ってきたらバーっと直立不動でおしぼりですみたいなそんなヤクザみたいな世界のねまあ言ったら会社やったらしいですそして成績の悪い従業員がいたらさぞですからサディスティックなすごいことをやるんですよ こいつ成績悪いお前らみんなこいつを痛めつけろみたいなことを従業員に指すんですよ、まあ、恐ろしい会社ですね、まあ、昔はこんなことが許されていたんですよね、まあ、許されていたと言わないですけどたくさんあったと思いますだからそうこうしているうちに従業員は怖いからやめていきますねそして、まあ、どんどん成績も落ちていくもんですから松永は考えるんですよまあそれで松永は考えてですね知り合いにですね詐欺話を持ちかけるんですよ 競馬の予想屋を始めないかある程度お金を持ってそうな人に声をかけてこのように接待をしてまあ情絶ですから丸め込んでいくんですよそしてこの一番初めに殺害されるこの知人、まあ、親子なんですけども娘さん17歳の娘さんとこの騙されることになった知人と一緒に同居を始めます。 つまり純子,と純子も含めてね一緒に同居を始めるんですねそしてお金がなくなったなと思ったら例のプラスとマイナスの電極でねやっぱり通電やるんですよなんで通電やるのかわかんないですけどねそしていたぶって殴る蹴る暴行を重ねてなんとこの同居していた知人が死んでしまいますでまあそうこうしているうちに金がなくなったら純子にですね金作れ家に電話して金作らせみたいな形で電話さすんですよこんなように。 で純子は親になんだかんだと理由をつけて金を引っ張って数回に分けてなんと1,500万円引っ張るんですねだけどもそれでもたらんって言ってこのねほんま松永言うのはね150万作ってこんかい言うてねまだ DV やるんですよそうしたらねこのね純子どうないするか言うたらねお金を作るためにね湯布院っていうこういう温泉街に行ってスナックで働こうということでスナックにアルバイトに出かけるんですよ。 でその働いてた時のママさんがこの人なんですけどもどんな印象でしたかって聞いたらまあとにかく暗くて明るさのかけらもなくてなんかすごく裏のあるような寂しそうな子やったと言ってますただしこれ6日で辞めてますこれなんで6日で辞めることになったかっていうとですね松永はこの純子が由布院に行ったことをですね俺から逃げたんやと思ってですね激怒するんですよ。 松永っていうのはとにかく支配力の強い男ですから何してんねやーいう感じで激怒してこのあとどうすると思いますこのあとなんと純子の実家に行くんですよ純子の実家に行ってですねお父さんお母さんそしてお姉さんみんな並べてね お前んところの娘は逃げてると、お前んところの娘は、なんと、俺の知人を殺したと、嘘ばっかり自分が殺してんのに、純子が殺した言うて、饒舌だから、お父さんとお母さんはそれを信じるんですよ。うわぁ、それは松永さん迷惑をかけました。でバカですよね。そして、策略を、どんな策略立てるか言ったら、俺が死んだことにしてくれと。葬式挙げてくれと。 そして、純子に松永が死んだから帰ってくるようにっていうように電話してくれって松永言うんですよ。そんなね、普通の親はそんなに乗らないじゃないですか。だけど乗ってしまって本当にこんなような形で通夜やるんですよ。どう思いますね。そしたら、純子が電話をね、松永死んだっていう電話を受けてですね、そして湯布院6日で置き手紙してやめて飛んで帰ってくるんですよ。そして、 お父さんから「松永からの衣装は?」言うてこの衣装をパッとねこう手渡されてですねそしてそれを見ながらですねあの線香をあげようかなと思ったらなんとそこの後ろにこないして松永隠れとって「こら!」言うて出てくるんですよ。それでまんまと罠にかかった純子はなぜかお姉さんが馬乗りになって「あんたのせいや!」言うて殴りかかるんですよ。 どんな家族やねんっていう話やねんけどもこんなような状況の中でですね松永はお父さんとかお母さんに金作ってこいって言ってですね俺に迷惑かけたやないかっていうことでなんとお父さんとお母さんは土地を売ってですねみんなで6,000万作って松永に渡すんです。バカじゃなないいのこのこ人たちみたいなね まあそこからこのサイコパス松永はそれだけでは終わらないんですよ。このお父さん、お母さん、そしてこの表をちょっと見てください。これだけの家族を監禁始めるんです。自分のアパートに。逮捕されたアパートに監禁を始めます。そして監禁を始めた松永はやっぱり金金金なんですね。で、 お父さんがまずこの中で初めに殺されますどうやって殺されたかというとですねあの連のプラスとマイナスの電極を持ってきていじめみたいな形でお父さん狙われるんですよね、そしてねその家族全員にねちょっとお父さんにお前がやれお前がやれって言ってる中で通年やってね いじめてる時に純子こんなお前の番や言うて純子がやるんですけどたまたま純子がやった時にお父さんはこんな形で倒れてこのまま亡くなってしまったんですよ。それでねなんでね不思議ですよねこの松永にね監禁されてねなんでこの松永の言うた通りになったかっていうとねここが松永のすごいとこなんですよ。要は娘がいわゆる逃亡しているのは 娘が殺人を犯して俺に迷惑がかかるどないしてくれんねやっていうところから始まってますよねそこから監禁してですね松永はこの全員監禁したやつに毎日今日はお前が一番よくできたお前が一番あかんね一番よくできたやつが一番あかんやつにお仕置きしろとか言ってだんだんみんなをですね手なずけていってですねみんなが要するにあの人が悪いこの人が悪いっていう関係を作り上げていくんですよ。 つまりマインドコールをどん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 毎日仕上げていくんですね実はこういった光景息子さん見てますでお父さんが亡くなった後に次はお母さんが亡くなりますでお母さんはね生とお父さんが亡くなった後ですねやっぱりそういった虐待をみんなが松永から受けたりですねそしてまあそこにいている身内からも虐待を受けたりしてる中で気が触れてしまうんですよ。 でその気が触れてしまったお母さんを見て松永はみんなに言うんですねこのお母さんをどうしたらええか始末の方法を1時間以内にみんなで考えろみたいなことを言うわけですよそうしたらみんなが一生懸命なぜか考えてお母さんを殺すという結論になるんですよ恐ろしいですね人間ってそして全員でお母さんの首を絞めて殺してしまいます ここから恐ろしいですよお父さんお母さんをお風呂場に入れてこれ子供が見てますこれあの自分でちゃんとねコメント出してますテレビでねお父さんお母さん誰かわかれへんけどお風呂場にいたのを全員でノコギリで切ってました言うてそんなん6歳の子が見てるんですよそれでね下に住んでた人が音を聞いてるんですけどそのコメントちょっと聞いてみてください残虐な事件現場となったマンションで 真下の部屋に住んでいた女性が当時の様子を語ってくれた。残りの音がね、してたのをね。一日でしてたんですよ。残りの音。すごいね音が。入れる人はね、木工関係の仕事でね。大工仕事やってると思ったら人を残りで切ってたっていう話ですよ。まあそれでね、この解体した体をミキサーにかけてね。 なぜか鍋で煮てそしてそれをペットボトルに詰めて息してるんですよこれ全員でやってるんですよでその後ですねこんなような形でお姉さんが殺され旦那さんが殺され甥いっ子姪っ子が首を絞めて殺されるおそらくこの甥いっ子と姪っ子を首絞めて殺したのは松永ではなく多分純子です松永は自分で手を 下さないんですすすねね人にやららんです、ね、サからでもう一度この表を見てください一番初めには知人の男性が殺されてそしてその知人の男性の娘一緒に住んでましたよね一番初め娘はまだ生きてます唯一そしてこの純子のお父さんが殺されそしてお母さんがみんなに殺されそして姉この姉は旦那に殺され ね旦那はやっぱり松永と純子に同じようにいたぶられて殺されそしてこの二人の子供たちね10歳と5歳の老いっ子はおそらく首を絞められて、まあ、殺されたということなので純子が殺していると思いますということでねこれたった逃亡中に4か月の間に起こった事件なんですけどもこの 一人残った娘さん一番初めの知人の娘さんが逃げて警察に駆け込んでそして警察がこのようにアパートに入り込んで逮捕されるということで、まあ、事件が表に出てくるんですねで2人とも当然第一審死刑なんですけども、まあ、第二審で純子の方は強要されたと脅されていたとマインドコントロールを受けていたということでなんとか無期懲役になります。 で、まあ、この純子についてはね、後ほど僕の方で少しコメントをさせてほしいんですけど、この松永なんでこんなね、人格になったんかということなんですけども、えー、まあ、小学校の時のね、アルバムの写真、これちょっと見てください。まあ、とにかく小学校の時もね、上舌だったらしいです。そして、クラスの中でもリーダーシップを取りたがるし、仕切りたがりやったらしいです。で、中学に入るとこんな感じ。 しっかりしてますねちょっと男前ですねこうやって嫌やけどねリ,リーシーですねで中学時代なんと中学1年生で全学年2年生3年生を差し置いて弁論大会で優勝してますで中学校時代の友人なんですけどこの人が言ってますまあとにかく情絶でそして人をまとめてとにかく自分が上に立ちたいタイプやったともう中学からねだから 本当にうまいこと言ったら政治家になって、国政でも言ってたんじゃないかっていうぐらいのね、評価をしてます。この中学校時代の友人は。ただし、高校に行くと、実はそうではなくて、高校に行くと、ちょっと牙を剥き始めます。高校時代にですね、家で少女を自分の自宅に監禁して、そして暴行してると、こういう事件を起こして、学校を、退学にはなれへんけど、低学になってます。この高校で同級生だったんが純子ということになりますね。 つまりですね、まあ、どんな性格かというとですね、高校時代も、とにかく人をマインドコントロール下に置きたいということで、風紀員をやった。で、まあ、友達の話によると、人を支配したい、従わせたいといった感情は、この頃からあったんじゃないですかっていうことなんですね。まあ、つまりですね、普通の人っていうのは、 なんか人にひどいことをしたら心が痛みますよね。だけど松永こいつはですね心が痛まないどころかひどいことをしないと気が済まないっていうタイプなんですよ。 まあつまり松永にとっては支配するということは当たり前のことやったんですねつまりこの,もうこの時にマインドコントロールの術をですね学生時代からそして自分の会社を作って社員をマインドコントロールするというテクニックを身につけた悪魔みたいな人間になっていったとでこれ裁判の時にね饒絶でしょこれね千原兄弟の千原ジュニアがですねあの傍聴行ってるんですよそのの時にものすごい こいいつはででびっくりししたらしいですジョークも入れるんですってこんだけのことやっててそしたら傍聴席にいた人から笑いも出るようなそんなようなやつでニヤニヤ笑ってて全く反省の余地なしでまあ最後に触れますけども息子さんですけどねものすごいですよねあの6歳の時にあそこにいたらしいんですよ一緒に。 そしてあのー、お風呂でねみんなが、ね、死体を切り刻んでいるところであったりとか通電されているところとか見てるんですけども本人たちもすごいねこの松永から、ね、虐待を受けてるんですねまあ、同じように当然、悪いことを松永,気に松永が気に入らないことをやるとですねこうやってまあ通電みたいなのさせられるんですけどもあのー、食事はねパン1枚渡されるんですっ、ね、て。 で学校もも当然行かせてもらえませんパン1枚渡してですねこの1枚を1日でねあの生きていくためにはどのように食べたらいいか考えろとか言ってねほんで幼いながらに子供はね1日3回ご飯を食べるっていうのが分かってたから3食に分けて食べたとかですねだけど松永はその前で自分はステーキとか寿司とかすごい美味しいものを食べてたっていう鬼畜ですね子供の前でねそれでねどんなルールがあったかっていうとねこんなルールがありましたよ それとかこんなルールとかそれとかこんなルールとか、まあ、こういったルールの中でですね子供はアパートを借りてもらってそこに実は子供3人いたんですけども3人住まされてルールもちゃんと紙に書いたルールを守らされて学校も生かされずに過ごしてたらしいです。そして捕まって養護施設に行くんですね。 でもねもうこの言葉は忘れられへんけどねその養護施設でねある程度物心ついてきた時にね女の子に告白されるんですってあなたのことが好きですってところがそんな成果としてるもんだから好きっていうことが分からなかったって言ってます好きって一体どういうことなのっていうのに分からなくてで結局物事をついて やっぱり養護施設とかでもこういった素性っていうのがなぜかばれてしまってですねいじめみたいなのに合うんですけどもでもいじめに戦うには暴力しかないっていうことで一時は暴力に走ってますまあ壮絶ですよね教育も全く何も受けてませんでもね、あのー、刑務所にね20回ぐらいお父さんとかお母さんに会いに行ってるらしいんですけどもまあやっぱり話を聞いててねすごい壁がありますやっぱりこの親子の間にね でもこの子供ね一生懸命ね立ち直ってね結婚してね息子さん作ってねあの子供作ってね一緒に自分の出たねテレビ、えー、自分がコメントしているテレビそしてお父さんのお母さんの犯罪をドキュメントで流すというテレビをね家族一緒に見たって言ってます。僕はねねああのー、このの子息さん、ねあのー なんていうんですかね、壮絶なね、もう本当に幼少時代歩んできたんですけどね、今後ね、まっすぐに歩み始めたっていうね、そういう感じを受けましたんでね、ぜひ幸せになってほしいなっていうふうに思います。まあ今日はですね、このサイコパスにマインドコントロールされたね、まあ、凄まじい事件ですけども、この純子ね、あの獄中で手紙書いてるんですよ、あのー。 まああいうふうにずっと松の中に、ね、支配されて生きてきたんですけど獄中の中で無期懲役を食らってやっと自分らしく生きることができ始めたって書いてるんですねそして息子さんが面会に来た時に息子さんはお母さんのことは大嫌いって言ってるんですよコメントでは父は絶対だと母は大嫌いだと言ってるんですねでお母さんがねあの私ってここで生きてるよりも死んだ方がええかって息子さんに言ったら息子さんはね いや生きて罪を償えっていうぐらいお母さんのことが嫌いやったらしいんですけども最近結婚して自分に子供ができてなんとなくお母さんを許せるようになって人生を歩み始めたんじゃないかなっていうニュアンスでテレビ番組は終わってました僕はあのなんか純子ね僕は同情の余地かなりあるような気がするんですね皆さんどうですかお父さんとお母さん殺してそしてノコギリでね できへんよね、普通。まあそこまで追い込まれていった、この松永、ね、こいつはもう同情の余地ないです。まだ死刑は執行されてません。ということで、まあ本日は恐ろしい事件だったんですけども、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。JJ チャンネルでした。